くそ、ここまで力を得たのに。おとなしく消えるんだ。こうなったらあんたらの関係をなしにしたるわ。何？あんたらの出会いそのものをいただいたる。出会いがなくなればあんたらは終わりや。お互いを愛する気持ちかてなくなる。お互いを忘れてまうんやからな。もしすれ違ったって赤の他人や。たまらんな、超絶美味しそうな思い出やな。超絶の絶の字は舌やで。しゃれとるやろ。全然。それを俺の力にすればもう無敵や。あんたらではもうどうにもできへん。そして俺はあんたらに邪魔されずにリゾートを満喫できるっちゅうもんや。南の島でなんたらケラブとか食べながら、テレビで駅伝眺めて、なんたらトニック飲む毎日。それだけで最高や。駅伝毎日やってないけど。毎日見れるようになる力や。そんなこともわからんのか。あかん、もう辛抱たまらん。あんたらの出会いいただきまーす。メビウス、出会いがなくなる。そんなの嫌、嫌だよ。聞いて、トキ。何があったって、僕はトキとトアを忘れない。メビウスがどう言ってたって、僕の心はトキとトアを忘れないって言ってるんだ。そうだよね。私の心もトアの心もそう言ってる。信じよう、僕たちの心を。そして僕たちの出会いをメビウスから守るんだ。うん、追いかけよう。新婚さんの成り損ねさん、いらっしゃい。くぅ、腹立つ。てか、あんたらほんましつこいな。メビウス、お前の好きにはさせない。最後に勝つのは私たちだからね。ここまで追い詰めたんだから。いつまでそんなこと言うとるんや。追い詰められとるのはあんたたちの方や。負け惜しみ言わないで。じゃあわ、今までに辿ってきた時代のあんたの思い出、もう俺が全部いただいとるんやで。そんなはずは。ほな思い出してみ。無理やけどな。思い出せない。ほら、例えばビコードのやつを倒したことは。ビコードにプロポーズもされたでしょ。ビコードって誰？思い出せない。本当に思い出をなくしてしまうとは。しかし正直、ビコードが記憶から抹消されたことについては、棚からボタン持ち的な喜びが。ドレイクはどうして喋ってるの？ああ、僕の情報もなくなってる。時間を遡ったら、ドレイクの体に僕の魂が入っちゃったんだよ。どうして時だけ記憶をなくしてるの？僕は覚えてるのに。兄さんは時間魔法を使わん人やからやろうな。あなたが思い出を失わないならいい。戦いが終わったら話して聞かせて。ああ、もちろんだよ。何言うとるんや。
この時代で俺を倒せへんかったら出会いも俺の力として吸収される。二人で生きる道なんかあらへんで。出会いを消すことなんてできるわけない。あー、その心は？愛はね、きっと時間を超えるものなの。いいこと言った。右に同じだ。そんならやってみる。その愛とか言うもんで俺を止めてみや。これが思い出を吸収した力や。いつでも相手になったるディ。